建設業技術者、センター理事長。和歌山県和歌山市出身。和歌山県立桐院高等学校を経て、東京大学工学部土木工学科卒業。建設省入省後は、議官として、道路行政に従事。道路局高速道路課長、企画課長、近畿地方整備局長、道路局長等を経て、2006年に議官に。 2009年7月24日に国土交通事務次官に就任した。この間にも土木学会副会長を2007年度から2008年度にかけて務めた。谷口の事務次官就任は、1972年入賞組では、峰久幸吉、春田健に続き3人目。なお、公認の武俊誠も1972年入賞組で4人目になる。 事務次官就任後1ヶ月ほど事務次官会見が行われたが、民主党大議士の前原誠司が国土交通大臣に就任し、事務次官会見を廃止後以降、公式の場に姿を見せる機会が少なくなった。ありがとうございます。